はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はこちらですね、愛知県豊橋市に来ております。愛知県といえばですね、名古屋をはじめとしていろんなね食文化がある町があるんですが、この豊橋市にはある名物があるんですよ。豊橋市から発祥とされているご当地うどん、豊橋カレーうどんなるものがありまして、そのね豊橋カレーうどんというのはある特徴があるんですけれども、本日はそのカレーうどんをですねデカ盛りでいただきに来ました。ということで本日は僕の後ろに見えております瀬川さんというお店に来ております。こちらのお店にはですね5キロと 5.5 キロのデカ盛りカレーうどんがあるということで、本日はですねこちらのお店で美味しいうどん食べていこうと思います。ということでですね、ただいまこちら店内に入ってまして、本日いただくデカ盛り到着しております。本日はこちら瀬川さんのデカ盛り豊橋カレーうどんでございますね。こちらのお店さんには5キロと 5.5 キロ先ほど説明したように2種類ございまして、本日はデカ盛り全て全部のせの 5.5 キロで注文してあります。早速ねこちら出来たてをいただきます。でこちらですね、ちなみになんですけど並盛りの器いただきました。これちょっとパッと見ると分かりにくいんですが、相当サイズ違いますね。うわもうとにかく香りがね美味しそう。ちょっと重くて麺が持ち上がらないので、ちょっとスプーンとともにいただきます。うまっ。うわこのカレーがうまいわ。もちろんねうどんもコシがあってこの吸いごたえ抜群なんですけど、やっぱこういったお店さんのね出汁の効いたカレー、昆布系の甘みとそこにねカレーのスパイスさ、たまりません。暑いのは分かってるんですけどね、やっぱ出来たてが一番うまいんでね、今吸っちゃうわ。そしたらちょっとねルーに使っちゃう前に揚げたてサクサクのフライに行きますか。まずはこちらカツかな。うまっ。衣がルーに使っててもなおサクサク。うまいな。ちょっとエビフライもこれいっちゃいますか。とかでかっ。一尾のサイズ感とんでもなくでかいですね。うわうまっす。うまっ。いや今日来てよかったわこれ。うまい。
ちなみにですね、こちらのメニュー表を見ますと、今回いただいているデカ盛りが約6人前から7人前の量ということで、ということはこのおうどんも相当入ってると思うんですけど、スルスルいっちゃうなぁ。そしたら本日ね、これトッピングをいただいてまして、揚げ麺ですかね、パリッとサクッと揚がった麺いただいてますんで、ちょっと食感足しにね、これを入れちゃいます。うわ、おいしい。香ばしさも増すし、食感も増すし、いいアクセントですね。うん、うまっ。そろそろこれで。うどんの麺がなくなりそうですね。ということでですね、ただいまうどんほとんど完食させていただきました。ただこの豊橋カレーうどんはこっからが真骨頂ということで、わかります、これ皆さん、下にご飯入ってるんですよ。この豊橋カレーうどんというのは、ルー、うどんが入った後にとろろとご飯、これがね、そこに引き詰まってまして、一杯でうどんとご飯が両方楽しめる炭水化物の天国なんですよ。もちろん最初から混ぜてしまうのもいいみたいなんですが、そうすると楽しさ、美味しさが半減するみたいでして、やっぱり先に麺を食べていただいてから徐々にとろろとご飯でルーを混ぜることによって、じっくりとね、最後まで味変をしながら楽しめると、そういうメニューとなっておりますので、ちょっとさすがにね、こっから行くには大変なので取っていきましょうか。少しここにいただいてるネギもあえつつ、ちょっといただきますよ。うまいね。もちろんこちらはカレーうどんということで、通常のカレーのルーとは違って、しょっぱさ、濃さっていう部分はそんなに強くないんですけど、そこにとろろが合わさってよりマイルドになってまして、でご飯と一緒にこう締めの感覚で食べると、カレー風雑炊と言いますか、この締めは最高だね。次はこれ、揚げ麺かな。
こちらのね、大皿の方はすぐ取り分けさせていただきました。全部で 5.5 キロってことなんで、おそらくここを残してももうすでに5キロ食べてると思うんですよ。で、完食時間が喋りながらでも20分、これはまだまだラスカル大食い力衰えてませんね。ということですね、ただいまもちろんこの鶏皿含めた大皿すべてこのカレーうどん完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、こちら瀬川さんでこの豊橋の名物となりますご当地うどん豊橋カレーうどんをですね 5.5 キロデカ盛りでいただきました。最近ではですねテレビでも紹介されたりですとか、気になってるけどなかなか食べられないよって方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひですねこれ食べる機会があれば一度食べていただきたい。大食いはもちろん得意なんですけど、ご飯を食べることが好きな方であればうどんでカレーとご飯、これ全て楽しめる最高のメニューとなっております。そしてですね、この瀬川さんはもちろんそば処ということで、このうどん以外にも美味しいおそばであったりとかいろんな定食ありますので、気になる方はですねこちらのお店さんで美味しい料理も他楽しんでみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、まだですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。暑いじゃね。